とこさん質問です。うつ病で具合が悪かったとき、夜中目が覚めると黒い影が3人立っていて、真ん中は人と分かったのですが、よく分からず分かったとうなずいて、真ん中の人は分かったのですが、よく分からず分かったとうなずいていたのですが、でまた寝ました。すると次の朝、仲の良かった友達が事故で亡くなったと連絡がありました。あれはお別れに来てくれたのでしょうか。両脇にいたのはご両親かおじいちゃんおばあちゃんかご先祖様が、連れてきてくださったのかもしれないですね。そんな気がしますよ。お迎えに来た方と一緒に来られたんじゃないかなっていうふうに思います。おばさんがおすすめで、出会った天皇様にお願いしたんですね。早々ご利益がありました。まだ叶ったわけではありませんが、ここもチャンネルがおかげだと思っています。本当ですか？よかったよかった。パパさん、ちょっと質問です。パパさんは霊が見えるようになったのは32くらいとおっしゃってましたが、何が見えるようになるきっかけなどあったのですか？いや、何にもないです。突然ですね。後から聞いた話で分かりましたけど、どうやら事故物件であったらしいとか、そういうの後になって聞いただけで、僕はその時は全く、そんな、きっかけになるものは何にもないですよ。事故物件なんか当時の僕は絶対住まないですよ。今も住みたくないですけどね。全くないです。もう本当に突然でございましたね。突然と聞いて、もしかすると自分もいつか、突然見えるようになるのもかもしれませんよね。以前不思議な夢を見てからそんな風に考えるようになりました。見えるようになったらね、二通りですよ。もう二度と見たくない、びっくりした、怖い。僕はその時すっげえ怖かったですよ。でもね、乗り越えるって言ったら何なんですけど、まだ若かったのでね、若くてね、なんだろう、興味がすごくあって、っていうのかな、なんかちょっと面白くなっちゃってね、ちょっとあちこちの心霊スポット行ってみましたよ。本当かよ、これ嘘なんじゃねえのとかね、で作り話なんじゃねえのみたいなところに何回か行ったりねしてました。一回出てないからって諦めなかったですよ。心霊スポットっていうところに何回も行きましたよ。近いとこね。そしたら出ちゃったりなんかしてね、おお本当に出るんだとかそしたらなんか面白くなってきちゃってね、それで現在に至ってます。はいなので、心霊スポット一回行って出ないじゃんっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなと思ってね。人ん家に行って留守だったから、ここは空き家だって思うのと同じぐらいですよ。たまたまかもしれないですからね。何回も足を運んでたら、時間帯とか時間軸とか、それがピタッとあったり、自分とのアンテナがピタッとあったりして、会えるんじゃないかなっていうふうに思いますのでね。でも僕は考えてますよ。はい。いますよ。たくさん。僕は、先祖伝来の霊感者のようでございますね。うちの母もおばあちゃんもそうですね。わりかし強い霊感があったようでございますね。メッセージを読んでもらえて嬉しいです。いいねしました。ありがとうございます。質問なのですが、心霊系 YouTuber が好きなのでよく見ているのですが、そのせいか、最近霊感がまた強くなったような気がします。物音は気配ですね。もともと霊感の強い家系なのですが、中学以降は特に何もなく過ごしていました。こういうことはあるのでしょうか。大人になるにつれてね、潜在的な、なんて言ったらいいんだろう。潜在的な理屈が頭の中に入ってきて、頭が脳みそではなくなっちゃう。脳みそがね、素直じゃなくなっちゃうので、物事を素直に受け入れられなくなるんですね。なので、見えにくくなるっていうのが現状でございますよ。なので、頭を脳みそをね、本当にね、僕ぐらい幼くね、お花綺麗だなって、お星様綺麗だなぐらいに素直になると、また見えるように戻られるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。霊感って遺伝ってありますか？私のばあちゃん、霊感がありました。遺伝っていうか、霊感そのものっていうのは僕の解釈ですよ。ほとんどの人が本来持ってるものなんですよ。それを幼いうちに閉じてしまうのが大半なんですけれども、それを閉じずに、お育ちになった方っていうのは、霊感そのものっていうのが、そのまま育っていくっていうふうに思われた方がいいかもしれないですよ。って僕は思い始めてます。質問ですが、子供の、霊感があるようなのですが、子供がこういうのは突然開花するのでしょうか？私はほとんどないです。開花するっていうよりもともとお持ちでそのまますくすくと霊感を保持してるっていうことだっていうふうに思いますけどもね。バカなこと言ってんじゃないよっていう蓋をすれば、お子さんはそのまま霊感閉じられちゃうっていうふうに思いますよ。怖がるのかどうかっていうところでもって、ご判断なさった方がいいんじゃないかな、親御さんとしてはね。ユタ系ですが、まだ、霊視できません。でも、霊視できるとめんどくさいことも多いですからね。見えないなら見えないままでいいのかもしれないですよ。初めて幽霊見たときは、私も恐ろしかったですね。初めて見たときほど怖いものはないですよね。それが何のお化けであろうとね。僕はね、今一番苦手なのは、子供のお化けとね、老人のお化けですね。子供のお化けが一番苦手かな。かわいそうでね。姿見の保管ですが、常に吊るしてますが、出かけるときは裏返した方がいいのですか？なんか女房も言ってますね。鏡伏せた方がいいみたいよって言って、女房はカバーかけてくれますけど、僕はこんな体になってっていうのも変なんでね、体とお化けは別物だっていうふうに常日頃から言ってますのでね。そしてお化けが寄ってくることに対しては何とも思わないので、うちは結構出しっぱなしにしてますね。はい。守護霊さんに心の中でいつもありがとうと言って声かけていますので、きちんと。もう何よりですよ。人と一緒でね、守ってくださってる方、見守ってくださってる方にはね、ありがとうっていうふうに、そういう感じですね。はい。